どうも、めちゃめちゃメッセです。はい、ということでね、上層学院とね、報徳ということでね、これはね、なかなかね、まあ、もうこれも見応えのあるね、試合になるのかなと思います。まあ、どっちにしろね、まあ言えることはね、まあ、投手戦かなとは思いますね。まあ、この小林くんっていうね、まあ、上層のね、エースの子と、まあ、報徳はね、もう、また、今朝丸くんかな、今朝丸くんと、あともう一人ね、ピッチャーの子はね、多分ね、この前ね、あんまりね、掘ってないんで、その子とのやっぱりこのまあ投げ合いになるのかなと思います。両方ともねやっぱりね、そのねめっちゃね点数をね取れるかっていうね、と言われたね、そういうねチームじゃないですし、お互いねやっぱねその打撃はねそんなにね良くないんですよね。だからどういうところでやっぱね1点をね取っていくかっていうところが、やっぱり実際に上層学院もこの前で言ったタイムリー0本ですし、やっぱり報徳もね、あのそのなんていうんですかね、しっかりとしたやっぱ点数の入れ方っていうよりかは、まあ、あの粘り勝ちしたみたいな感じじゃないですか。この前報徳とやった相手はどこでした、結構ねどこでしたっけね、あのなかなかね名電ですわ、名電とやってね、かなりね、いい試合してましたし、やっぱ最後あのギリギリね、なんかその戦略的な、報徳の最後満塁で2、3塁でバントして、で満塁になって押し出しで、ほんでその後ね、最後はねタイムリーで決まったみたいな、感じなんですけど、まあその試合展開とかで言ってもそのバンバンヒットを打ってね、ランナーを出すとか、そういうことではなくて、やっぱそのタイブレイクまで行って、まあそういうバントの相手のフィルダースチョイスとか、やっぱそういうところで、勝ちに、まあだからなんか勝ちましたから、打力で言ったらね報徳学園はかなり貧打なんですよ。でもね、逆に言えばなんですけど、守備力がね、ちょっとね、レベル高すぎますよね。だから今回もね、守備でね、1回戦を勝ってきてるんで、で、上層学院もね、まあ一緒でね、守備は硬いですし、やっぱこのピッチャーの子がね、やっぱ149を振りますし、なかなかね、日本航空石川っていうね、まあ強力打線に対しても、完璧にね、封じ込めてましたから、やっぱこの、ピッチャー、同士の、でもお互いね、まあ、この140後半をね、掘るね、ピッチャーのね、いいピッチャー同士のね、投げ合いになると思うんで、まあ、1点がね、遠いね、試合になるのが、ま、普通の見方かなと。でね、やっぱりね、そうなった時に、どういうところでね、差がつくねんっていうと、やっぱりま、守備力ですよね。まあ、守備力で言ったら、まあ、報徳の方がね、上とか、まあ、そういうのはね、ありますけど、なんかね、守備力ってね、また難しいところなんですよね。ノックでね、取り方おかしくて、めちゃくちゃエラーしとってもね、試合でね、たまたまそのバウンドがね、あってね、取れたらね、やっぱりそれはね、守備硬いってね、実際にはなるんで、まあ守備はね、どのいうなんかゴロで、そのどこでイレギュラーするかとかね、そういうの細かい運とかもあるんで、まあ守備がどっちがいいとかはね、なかなか言いにくいんですけど、やっぱり投手力で言うとね、やっぱりちょっとね、報徳の方がちょっと上なんですよ。でもね、明日どっち勝つかっていうと、僕は上層がね、勝つと思ってて、やっぱりね、上層の方がね、なんていうんですかね、やっぱりヒット数とかで言ったらね、なかなか打ってますし、やっぱりね、上層で日本航空石川ね、やっぱ、ピッチャー陣に対して、良かったんですよ、航空石川のピッチャーね。に対してね、しっかりね、やっぱね、バットを振れてたっていうところがあるのと、やっぱりね、この、報徳のね、方はね、やっぱりこの名電のね、右ピッチャーをね、やっぱこう全くね、打ててなかったんですよ。で、名電のね、右ピッチャーって、ね、その140後半掘るわけでもないですし、ほんまに130ちょいぐらいの、まあ、140出るか出へんかぐらいの、ね、たまにね、圧倒的苦戦しとったんで、それのね、上位交換のね、この小林君っていう編集をね、打てるかって言われたらね、そうじゃないと思うんで、まあそのタイブレイクまで行ったらね、報徳がね、勝つね、可能性もね、大いにはあるんですけど、やっぱその9回まででどっち勝つねんってなるとね、僕はね、上層学園がね、勝つと。やっぱこのピッチャーをね、やっぱりこう、打てるっていうね、やっぱ報徳のイメージもないですし、で逆にね、報徳ね、のね、投手陣はね、意外とね、こう試合見とってもね、いいんですよ。めちゃくちゃいいんですけど、本来はもっといいんですよ。ずっと見てきてましたからね。この、今朝丸くんとかね、この前掘ってましたけど、なんか、
春の時点、去年のね、春とかはね、やっぱもっとね、打ちにくそうにバッターしてましたし、でも意外と名電かな、他ね、意外とこう、それをね、苦にせずね、結構ヒットもね、出とったじゃないですか。だからやっぱりね、投手力はね、普通に考えた報徳の方がいいんですけど、なんかね、ちょっとね、この、調子悪そうなんで、この報徳の投手陣が。まあ、それでね、まあ、ロースコアでね、全然点数ね、取られてないからね、そんなことないやろって思うかもしれないですけど、やっぱりこの広陵の投手とか、平島くんとか、広陵のエースの子とか、みたいな、圧倒的なね、ピッチングみたいなのを、やっぱあんまりできてないんですよね。だからね、この上層学院のピッチャーの方が、まだ見てての安心感っていうのがね、ものすごいあって、だからそういう意味ではね、この今朝丸くんっていうのは、やっぱり確かにいいんですけど、これでやっぱ勝てるかって言われたらね、僕は厳しいのかなと、シンプルに思ってしまいましたね。ね、やっぱりこの、小林くんの方が、やっぱりこう、見とってね、やっぱなかなかね、スライダーもそうですし、やっぱこう、なんていうんですかね、そのストレートの力のね、入れるところとかのね、うまさもありますし、でもこの、今朝丸くんはね、なんかちょっとね、不思議なピッチャーで、なんかノースリーとかまで、なんか134とかで、4とかのまっすぐのボールとか掘るのに、ノースリーになったらね、急に真ん中に141のね、まっすぐ掘ってきたり、そのカウントとかそんな速い球いんのかなとか、とかなんかちょっとね、不思議なね、ピッチャーなんで、もうだからこそ面白いんですけど、ちょっとね、今度だからまあ次は巻き込んでくるんかな、多分そうと思うんですけど、やっぱりだから、ね、こういうね、2枚で、ね、継投できるっていうのはね、この報徳のね、強さですけど、やっぱり逆に言えばですけど、この上層学院っていうのは、まあ、ピッチャーがいないんでね、まあ、あと、まあ、この斉藤くんっていう、まあ、右ピッチャーもいるんですけど、まあ、基本的にはこの小林くんがね、多分掘っていくチームなんで、まあ、ほんまに、なんかもう明日の試合はね、ほんまに正直な話ね、もう6-4とかのね、世界なんで、なんて言うんですかね、五分五分とか、ほんまもう実力で言うとほんまにね、差のないチームたちなんで、ほんまに一本のエラー、一本のミス、一本の采配ミスでね、勝敗がね、全部ね、変わってくると思うんですけど、明日は僕はね、上層学院が勝って、報徳がね、ちょっと貧打すぎるんで、厳しいのかなと、思いました。もうさすがにね、上層学院の方が打力とか、もうね、ちょっとね、上な感じがするんで、まあ、なかなかね、難しい予想ですけど、まあ、皆さんの意見をね、ぜひね、コメントのね、明日上層が勝って、報徳学院がね、負けると思います。まあ、その理由は、貧打やから、でも、どっちにしろ、ロースコアないね、試合になると思います。はい。ということでね、皆さんが思う、まあ、その、個々のね、選手の評価とかあればね、ぜひコメント欄に。それじゃあ、お疲れ。